はようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井テレビの歌い方講座の時間となります。今回また新曲を案内といたしまして、北野真知子さんの新曲でございますけれども、タイトルは夫婦風暦、夫婦風暦。発売日が高齢者のちょうど年金月ですね、2月の15日発売になりますけど、ちょっと先になります。まあ今の時点でまだ1月下旬ですから、ちょっと先々になりますけど、まあ実際もう YouTube 見ますと先に歌ってる方がいるんですね、音合わせでね。まあできれば細かく教えていただきたい部分がありますけど、弾き語りも結構早く歌っていらっしゃいますけどもね、まあ教えることの難しさがございますんでね、そういった部分で私も苦労しながらできるだけ分かりやすく、レッスンをしていきたいと思います。なかなか、年いったいばかりいたしますけれども、まあそんな部分でまあ愛嬌だと思ってまたね、しっかりまたレッスンに参考にしてくださればと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではそれでは原曲に近い、音でちょっと低く、ちょっと音程が比較的この音符が低いんですね。こんなところでちょっと本人の声は非常に透き通ったこう声でございますんで、入る歌なんですね。やっぱり高音の部分で響きのある声というのは大事ですね。そんなことで、まあ私側と響きはございませんけど、極力高い声でも男性と低くなりますんで、ご勘弁願いたいと思いますけど、まあじゃあ3コーラスのうちの1コーラスを、レッスンしていきたいと思います。まず1コーラス歌ってみます。回転は68回転です。かじかむ、ここは16音符でかじかむかじかむ、次は指で指でかじかむ、ボイがむ、指で指でって言ったらすぐ休みなく16音符で小読みをめくりゃ、小読みを落とします、小読みをめくりゃ、拳が入ってますんでね、めくりゃね、じゃあ頭から、はい、かじかむ指で小読みをめくりゃ、次いきます、師走の風をあなたがかばう、カバーの上が非常に一番低いところですね。じゃあシワスからシ、ここも16音符、シワスの風を、シワスのスノーを、もういいかな、スノー風を、ここはあなたがかばう、あなたがかばう、
ていきましょう。じゃあ頭からいきます。いきます。かじかむ指で暦をめくりゃ、師走の風をあなたがかばう。こっからちょっとサビにこう入っていきます。ややこう明るめにね、張るような感じでしっかりと歌いましょう。出だしや下句までつくようにして、くろななさかですね。くろななななさかさか、かはあんま伸びません。反拍かね、こうすんなりと、はい、ちょっとややはっきりめに、くろななさか、続いていきます。ここも強いところで、一番こういうの、曲の一番高いところですから、しっかりつくようにして、ふたりずれ、いいとこですね、これはね。ふたりこう続けていきましょう。黒から、はい、黒旦那さか、二人ずれ。ここから今度区切りよく、今日まで来ました泣き笑い、今日まで来ました泣き笑い、今日まで、今日まで来ました、来ました、泣き笑い、泣き笑い。この辺はやや穏やかな、穏やかな台ですね。はい、今日まで来ました、泣き笑い。こっから今度は反拍休んで、16音符がいっぺんにいきます。年を重ねるその度に、年を重ねるその度にね、間もなくいきますね。はい、年を重ねるその度に、伸びません。次は目をと、ここは少し高くなってきます、強くなってきます。目をと二文字重なってです。目をと、目をと二文字、二文字重なって、押しがて重なって、こっからじゃあ続けて、目をと二文字重なって、ここはフレーズして、休符がございませんので、四分音符をしっかり一拍開けるようにして、強めに、あなたは私ね、あってね、あ伸ばすっていうよりもちょっとつくようにして一拍開ける、あなたはた、私ね、私ね、はい、もう一回、あなたは私ね、最後、私はあなたね、面白い、わた、たがちょっと一拍開けましょう。私は、私は、レースして、あなた、あなた、ね、非常に本日もきれいに歌っていらっしゃいますね。じゃあ、そうですね、1番は1回通しで歌っていきましょう。2番は今度2回目はフルコースまいりましょう。
作詞は石原慎一先生ですね。作曲徳久小一先生、編曲は南郷達也先生ですね。比較的歌いやすい流れのいいような感じになっておりますんで、まあ夫婦風もよみちょっと温かい気持ちでね、夫婦愛を持ちながらしっかりまたイメージして歌ってくださればいいと思います。じゃ あフルクラス参ります。皆さんご一緒にどうぞ。命は私
くださればよろしいかと思います。まあ、本人さん非常にいい声で歌っていらっしゃいますね。まあ発売までちょっとあれですけど、ワンコーラスは結構またね、歌っているケースがございますんで、それを参考にして声の出し方とか、強弱のイメージをちょっとしっかり掴んでですね、歌って、練習してくださればよろしいかと思います。以上でございます。簡単で申し訳ございませんけど、2月15日発売、北野真知子さん、夫婦風小読み、ね、以上でございます。ありがとうございました。